はい、どうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、マインドフルネスによる息切れ対策ということで、息切れももちろんそうですし、不安とかこう抑うつの軽減を目指す上で大切になる、マインドフルネスと呼ばれるものの概念と、その具体策となるマインドフルネス呼吸法についてですね、リハビリとケアマネの視点から分かりやすく解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。で、一般的な話になるんですが、まず人は負の感情とやはり抱えがちです。そうするとこれに振り回されてくよくよ考えてしまって、同じ悩みにこう囚われてしまって、同時に呼吸が浅く苦しくなるということが起こりがちです。このためにやはりメンタルと呼吸を両方ともコントロールをして、その安定を目指すということが大変重要になってきます。で、その解決に向けたキーワードが今回紹介するマインドフルネスと呼ばれるものになります。マインドフルネスでは何かというと、今この瞬間の意識にを向けて、あるがままに自らの状態を捉えることというふうになってきます。例えばこれを実践するにはどうしたらいいかというと、マインドフルネスを暮らしの中でやはり意識をするということがすごく大事になってきます。例えば寝ている時の心臓の鼓動ですとか、お腹のあったかさを感じるですとか、歩いている時の足裏の感覚に注意を向けるとか、手を洗う際の泡の感覚ですとか、水の冷たさを感じながら手を洗うなんてことがあります。何気なく普段やっていることに意識を向けるということは、実はマインドフルになってきますので、ぜひ自分なりのマインドフルネスというのを見つけてみてください。で、このアプローチによって自己認識を高めるということで、とらわれのない状態、自ら心の状態に気づくということができることになってきます。そうすると集中力も上がりますし、認知機能も上がりますし、自己管理能力も上がる、いろんな効果をもたらすということが医学的に立証されています。で、こういった形でストレスが軽減されてくると、このストレス軽減は免疫力向上にもつながってきます。で、やはりこういった形で不安ですとか抑うつの軽減を図るということが、実は呼吸困難の軽減とですね、呼吸リハビリテーションの概念からも行うよう強く勧められるグレード A ということになっていますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。そしてここからはこのマインドフルネスの手法を瞑想を科学的に取れたマインドフルネス呼吸法というものについて解説をさせていただきます。これはどこでも手軽にどんな状態でも行うということができるというのが大きな特徴になってきます。リラックスした状態で意識的にこう深呼吸を行うことで、不安ですとか抑うつの軽減を図るということができるようになってきます。具体的にはですね、まずは体の力をこう緩めて、姿勢を伸ばした後におへその下に手を合わせて、お腹にある横隔膜の動きを意識します。で、その状態で5秒軽くお腹を押しながら口から息を吐いて、3秒鼻から息を吸って2秒息を止めるという呼吸を繰り返します。吐いて吸ってというのが一つのポイントになってきます。で、なんでこういうことをするかというと、この秒数のカウントとイメージというのは理性を働かさないとできないことです。そうすることで脳の中の前頭前野というところは起動して、ネガティブな感情を追い出すということができるようになってきます。で、この際、これやっぱりこの瞬間の呼吸にしっかり意識を集中するということができるようになってくると、やはりストレスが高まってきたりすると呼吸というのは浅く早くなりがちですので、これを深くゆったりとしたものにするということができるようになってきます。で、さらにこのマインドフルネスの呼吸法、慣れてきたら実は使い分けができます。例えばリラックスしたい時にはゆっくり息を吐く、気合を入れたい時にはゆっくり息を吸うなんていうふうに使い分けるとより効果的です。で、このマインドフルネス呼吸法は立った状態ですとか座った状態でももちろん手軽にできるんですが、イラストのようにこの寝た状態で行うとより意識しやすいので、かつ行いやすくなりますのでおすすめです。で、この取り組みはやはり習慣的に実施するということで心が前向きになってきまして、それが息切れの改善にもつながってきますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。
最後までご視聴していただきまして、どうもありがとうございました。ではまた。